皆さんこんばんは。今回はたぬき工事7丁目にあるスパイスラーメンテントセンさんをご紹介します。ぜひチャンネル登録お願いします。全国展開するスープカレー専門店がラーメン店を出店。今年のラーメンウォーカー北海道版の表紙を飾るなど、スパイス系のラーメン店の中で最も注目されているお店です。辰巳仙生卵付き900円。見るからに辛そうなスープの台湾ラーメンで、期間限定メニューなんです。いただきます。細めのストレート麺はもちもちっとしていて、スープによく合います。スープは唐辛子がたくさん浮いていて辛い。そしてニンニクがガツンと効いていてうまーい。ニラ、もやし、ネギにスープが染み込んで最高です。さらにひき肉もたっぷり入っています。上に乗った糸唐辛子など色合いもすごくいいですよね。辰巳仙はもともと850円なんですが、プラス50円で生卵がつけられます。うわー美味しそう。とってもまろやかになりました。これは絶対生卵つけるべきですね。まろやかになったとはいえ、じわじわ辛さがきて汗が止まりません。完食です。ごちそうさまでした。地下鉄大通駅から徒歩10分です。駐車場はありませんが、近くにコインパーキングがあります。カウンター6席、テーブル8席の合わせて14席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いします。